ビシャスって結構影薄いのかな。開口一番で喧嘩売るとはいい度胸じゃ。ちょっと辛かせ。違うよ、そうじゃなくて。トガオニって呼び方はみんな知ってるけど、意外とビシャスの顔までは知らないでしょ。なんでかなって。ああ、そりゃあな。俺がずっとすげえからだよ。全然答えになってないと思うけど。誰かが罪の転映をすると、その映像がビジョンセントラルに映し出されるだろ。んで、その映像を見た奴らが断罪を祈ってトガ人が生まれる。確かに、俺がカナダとミゼラの顔を覚えてたのは、ちょっと前にビジョンセントラルに映ったからだな。そうそう、つまりちょっと前だから覚えてるわけ。そっか、ビシャスはもうずっと前に執行を願われたトガ鬼だから。騎士団みたいなのや一部の物好きしか俺の顔なんて覚えてねえわけよ。人間なんて勝手なもんでな。正義ぶって人を裁くくせにすぐにそんなことは忘れちまう。自分が何に腹を立ててたのかも、誰を裁いたのかもな。所詮は一時の感情ってこった。無責任だね、なんか。まあそれでも執行者は忘れずガンガン襲ってくるし、安全じゃないって意味では変わんねえんだけどね。ずっとそうやって執行者と戦いながら生きてきたんだね、ビシャスは。大ベテランだし、お前らの大先輩ってわけ。せいぜい敬え。嫌です。リットはあの村の人なのに、みんなとは違うんだね。その、ちゃんとしてるっていうか。俺はもともと漁師なんだ。だから、不作だろうとあんま関係ねえんだよ。いや、今の嘘、関係あるな。農作物が不作なせいで、みんな食べ物に困っちまってよ。漁師の俺が、人一倍働かなきゃいけなくなってるわけ。大変なんだね。しょうがねえんだけどな。この辺は魔物も多いし、狩りができるほど体動かせるのは俺しかいねえから。それにサボると口うるさい幼馴染にどやされるしな。いないね、体験の男。し、止まれ。いるな。すげえ殺気だ。見て、あそこ。ああ。すごい。
あんな大きな魔物を一撃で。体験に金色の髪、あいつで間違いねえみたいだな。待って、何か探してるみたい。ない、こいつも違う。どこだ、どこにあるんだ。なんか叫んでんな。困ってるみたいだ。あの、バカ、殺されるぞ。誰だ。待って、俺は敵じゃない。何か困ってるんだよね。その、何かやってあげられることないかな。結石を探している。結石？この辺りの魔物の血の中から取れると聞いてきた。どうしても必要なんだ、その結石が。病に倒れて意識が戻らない幼馴染に薬を作るために。じゃあそのために、結石を手に入れるために魔物を買っていたの？ああ、だが見つからないんだ。一体どこにある、瑠璃色の結石は。あんた、瑠璃色の結石を探してるのか。だったら場所が間違ってるぞ。そいつが取れる魔物が出るのはこの先の遺跡だ。何？知ってるのか、その場所。え？まあ知ってるけど、でもそこ強い魔物もめちゃくちゃ多いし、その。だったら俺たちも一緒に行くよ。病気を治すために必要なんでしょ、その血跡が。手を貸してくれるのか。もちろん。うん、カナタならそうすると思ってたよ。ああ、めんどくせえ。さっさと終わらせてえから、さっさと案内しろっつうの。リット、お願い。もう分かったよ、案内するよ。すればいいんだろう。ありがとう。俺カナタって言います。あなたは？ベイクだ。ここがその遺跡なの？暗いな。それにこの作り、まるで。墓地だったんだよ、ここ。古すぎて誰のものかも分かってねえけどな。この先にいるのか？ああ、間違いねえよ。先、進まないの？あのさ、俺、ここで待ってちゃダメかな。何言ってるのさ。道知ってるのはリットだけなんだから、案内してくれないと。いや、そうなんだけどさ。ただ、そのよ。ひょいっと。うわあ！かなになんか！落ち着けって、ただの濡れた紙切れ乗っけただけじゃん。紙切れ？リッド、お前さては怖いんだな。はあ、怖くねえよ。じゃあ先行けるよな。当たり前だろ。そんなのなんでもねえよ。そうか、案内よろしく頼む。おーよ、任せとけよ。よし、行こう。見たか、あの顔。
性格悪。褒めてくれてありがとうよ。ねえベイグ、そんなに心配しなくても大丈夫だよ。血跡はきっと見つかるし、幼馴染さんも助けられるって。大丈夫、俺も手伝ってあげるから。ありがとう。うん、気にしないで。なんだろうな、この重い感じ。ベイグってなんていうか威圧感があるよな。話しかけづらいっていうか。村の奴らが誤解してた理由、なんとなく分かっちまったよ。よっぽど怖く見えたんだな。少し羨ましい。え？何が？ベイグの幼馴染のこと。だって、その人のために、ベイグはこんなに必死になってる。自分のために誰かが必死になってくれるのって、すごく嬉しいことだよね。ねえ、カナタは、もし私が同じように病気になったら、ベイグみたいに、血跡を探してくれる？そんなの当たり前じゃないか、ミゼラ。俺、命を懸けて絶対にミゼラを助けるよ。カナタ。はいはーい。じゃあ、カナタ君は、俺が病気になっても助けてくれますか？え？そりゃ助けるよ。だとさ、誰でも助けてくれるそうだぜ、カナタ君は。どうかしたの、カナタ。考えてたんだ、ノチート村の人たちのこと。あの人たちはまるでウサバラシみたいにトカビトが消えることを願ってた。すごく嫌な光景だった。そうだね。だけどさ、少し前までの俺も同じだったんだ。悪い人は消えて当然だって思ってた。全然深く考えてなかったんだ。消えるっていうのがどういうことか。自分が、トカビトになるまでは。都合のいい話だよね。悪い人を消して、いいことした気になって、そこで考えるのをやめてさ。消えるっていうのは、命が消えて、死ぬことだっていうのに、俺はずっと間違えてた。
そして多分、みんなも同じように間違えてる。このままでいいのかな？カナタ。よし、やった、倒したぞ。血跡は？ちょっと待ってろ。こっから先は漁師の腕の見せ所ってな。あったぞ。間違いねえ、瑠璃色の血跡だ。これがあれば。何ボサッとしてんだよ。役目終わったんならさっさと帰れ、バーガ。待ってんだろ？すまない。みんな、本当にありがとう。この恩は絶対に忘れはしない。幼馴染さん、早く良くなるといいですね。大切にしてあげて。ああ。言ったな。んじゃ、俺たちも帰ろうぜ。ベイグのこと、村の奴らに報告して安心させてやらねえと。そうだね。ん？なんだ？村のみんな集まって何やってんだ？おーい！ああ、リントか。これを。その子、どうしたんだよ。ひどい怪我じゃねえか。襲われたのよ、うちの子は。大剣の男に。え？ちょっと待てよ。ベイグはそんなこと。おい、男の姿を収めたビジョンオーブがあったよな。罪を転移してやれ。ひどい奴だ。子供を襲うなんて。そんな奴は裁かれるのが世のためだろうがよ。やめろ、ベイグじゃない。あいつは大事な人のために魔物を買ってただけなんだ。危険な奴には変わりないだろ。見ろよこの目つき。どっちが獣か分かったもんじゃない。さっさと停止しろ。こいつを消すのは正しいことだ。そうよ、消してしまいましょう。やめろって言ってんだろ。どうしてこんな。